オーストラリアン・ウーマンズ・ミラー・ニ・ザ・ファントムは、米国の作家リー・フォークが制作した、アメリカ合衆国の冒険コミックストリップのタイトル、及びその主人公。なお、リー・フォークは、魔術師、マンドレーク・マンドレーク・ザ・マジシャンの作者でもある。テレビ番組や映画も制作されている、この人気作品の主人公は、アフリカのジャングルから来た、コスチュームを着て、 悪人を成敗する人物である。このシリーズは1936年2月17日に新聞漫画としてスタートし、1939年5月28日からは日曜版でも掲載されるようになり、現在まで続いている。原作者は1999年に亡くなったが、現在はトニー・デ・ポール作、ポール・ライアンがという状態で制作されている。 ただし、それ以前に、レー・ムーア、ウィルソン・マッコイ、ビル・リグマント、サイ、バリー、ジョージ・オルセン、キース・ウィリアムズ、フレッド・フレデリクスや、グラハム・ノーランたちも制作に携わったことがある。ザ・ファントムの新作は、漫画本としても出版されており、アメリカ合衆国では、ムーン・ストーン・ブックスから、スカンジナビア半島及び、フィンランドではエグモントから、オーストラリアでは、 古ルーパブリケーションズから、イタリアでは、エウラ・アビターアレ、インドでは、エグモントの子会社である、ユーロブックスからと、世界各地で出版されている。ファントムは、世界初のコスチュームを着た、架空の人物ではないが、肌にぴっちりしたコスチュームを着たという点と、どこが描かれていないという点は、皇族のスーパーヒーロー作品に影響を与えた。 マンドレイク・ザ・マジシャンの成功を受け、新聞向けの配信を行っているキング・フィーチャーズは、フォークに、新シリーズの制作を行わないかと持ちかけた。当初フォークは、アーサー王と円卓の騎士を題材とした、新聞漫画を制作しようと考えていた。だが、キング・フィーチャーズにその案を却下されたため、フォークは衣装を着た謎のクライムファイター、ザ・ファントムのアイデアを出した。 そのアイデアは採用され、まずは、数ヶ月ストーリーを練ってから、パイロット版として2週間連載を行うことにした。フォークは、子供の頃から、アーサーオや、エルシッドといった伝説や、神話だけでなく、解決、ゾロやターザン、ジャングルブックの、モーグリといった近現代のキャラクターにインスパイアを受け、夜は、正体不明のクライムファイターザ・ファントムとして、 活躍する裕福なプレイボーイ、ジミー・ウェールズというファントムの表向きの顔を作った。ファントムの最初の作品であるザシン・ブラザーフッドの途中、ウェルズがファントムであるということが明かされる前に、フォークは舞台をジャングルに変え、ファントムが謎めいた、不滅の存在であるかのように描いた。この時、ファントムデテクティブや、ファントム・オブ・ザ・オペラのように、 ファントムの付くキャラクターが多すぎたため、フォークは、ザ・ファントムを、ザ・グレイ・ゴーストを呼ぼうと考えていた。だが、フォークは、ザ・グレイ・ゴーストの名を気に入らず、最終的に、ザ・ファントムの名前で落ち着いた。アメリカ合衆国の A&E が制作した、ケーブルテレビ向けのドキュメンタリー番組ザ・ファントム、コミックストリップ・クルセーダーの中で、マスクをつけている時に動向を描かない。 というアイデアは、ギリシャの胸像を参考にしたとフォークは語っている。同行の描かれていない古代ギリシャの胸像は、超人的で荘厳な印象を与えたとフォークは、語っている。また、2005年に出版された EN、EN コミックブックマーケットプレイスとのインタビューで、ザ・ファントムの、ぴっちりした、タイツスーツは、映画や舞台で描かれてきたロビンフッドを参考にしたと、語っている。 新聞漫画としてのザ・ファントムは1936年2月17日にザ・シンブラザー・フッドという副題が付けられた上で連載が開始された。フォークがストーリーを考え、最初は作画もを担当していたが、2週間後、フォークがストーリーを手掛けたマンドレイク・ザ・マジシャンで作画を担当したフィル・デイビスの助手であるレイムーアが作画を担当するようになった。なお、 日曜版への連載は1939年5月28日から開始された。第二次世界大戦中、フォークは戦争情報局に赴き、外国語ラジオ部の主任となった。また、ムーアも戦場に赴き、漫画はムーアの助手であるウィルソン・マッコイに一時託された。ムーアは帰国後、1949年まで作画を担当し、 マッコイが彼の後を継いだ。マッコイが作画を手掛けていた頃、この漫画は世界中の何千もの新聞に掲載され、第二次世界大戦中、ナチスの占領下にあったノルウェーにも船で密輸され、レジスタンスの間で、ファントムという単語が合言葉として使用されたほど人気を誇っていた。1961年にマッコイが救世し、 カーマイニ・インファンティーノとビル・リグナントが作画を務め、サイ・バリーが二人にとって変わった。バリーが作画を務めて間もない頃、彼とフォークは作品の設定を現代に合わせ、今日のファントムの見た目の基礎となる部分を作った。この時、作中に登場するベンガラという国は民主化し、ラマンダ・ルアが大統領も登場した。 バリーは1994年に引退するまで30年にわたり、連載を続け、掲載回数は合計で1万1000以上に上った。バリーの長年の助手である、ジョージ・アリズンはペンシラーとして制作チームに残り、平日版の制作チームには、キース・ウィリアムスが、インカーとして参加した。また、日曜版のインカーは、EN、エリック・デッシャーが務め、 1995年からは E.N. フレッド・フレデリックスが担当するようになった。フォークはザ・ファントムとマンドレーク・ザ・マジシャンのライターを務めたが、1999年3月13日に死去した。彼が手掛けた最後の平日版掲載作はテラー・アット・ザ・オペラで、日曜版はザ・キッドナッパーズだった。いずれの作品も入院中のフォークが、 酸素マスクを文字通り取り払って物語を講述し、それを妻のエリザベス・フォークが書き留めたものである。フォークの没後、キング・フィーチャーズ・シンジケートはスウェーデン版の出版を行っているエグモントに協力を仰いだ。この出版社はライセンスを受けたファントムの漫画本の出版を行い、独自のファントムの漫画のストーリーを元にした新聞漫画の掲載を新聞社に行わせている。 スウェーデン版ファントムであるフォントマンのライターであるトニー・デポールとクラス・リエ・マーシーが亡きフォークの後を継いでアメリカのザ・ファントムの新聞漫画のライターになりトニー・デポールは平日版をリエ・マーシーは日曜版をそれぞれ担当しているデポールは単独でストーリーを考案することになっておりいくつかの新聞掲載作のストーリーはフォントマンの雑誌が元になっている 2000年、アリズンとフレデリックスが日曜版から交板し、グラハム・ノーランが二人の後を継いだ。ノーランは過去にフォントマンの表紙を3回手掛けたことがある。数年後、アリズンとインカーのキース・ウィリアムスが平日版から交板した。二人の交板後、子供の頃からザ・ファントムのファンであり、フォントマンの漫画雑誌版のストーリーを手掛けたことも、 あったポール・ライアンが2005年から二人の後を継ぎ、2007年からノーランの後を継いで日曜版の作画も担当することになった。2011年7月31日から日曜版の作画がエドアルド・バレットに変わったが、連載から数ヶ月でバレットが亡くなり、ライアンが一時代理を務めた。2012年1月15日掲載文はバレットへの 追悼のページになっている。翌週分もライアンが手掛けたが、その後はテリー・ビーティが作画を担当している。現在でもザ・ファントムの連載は続いており、数少ない今日まで連載が続いている冒険者の新聞漫画となっている。アメリカ合衆国においてザ・ファントムは何年にもわたって出版社を変えながら出版されてきた。1940年代。 この新聞漫画の単行本は、デビッド・マッケー・パブリケーションのエースコミックというレーベルから出版された。1950年代に入ってからは、ハーベイコミックがファントムの単行本を発行し、1962年からはゴールド・キー・コミックがその後を継いだが、1966年からはキング・コミックに出版元が変更された。 1969年から1977年まで、チャールトンコミックが全73話分を出版した。この時代に、ファントムの作画を務めた漫画家に、EN、ビル・リグナント、ドン・ニュートン、ジム・アパロ、パット・ボーイエットらがいる。1988年から1990年にかけて、DC コミックスは、ファントムの漫画を出してきた。 まず1988年5月から8月にかけて、ピーター・デイビッド脚本、ジョー・オーランドデニス・ジャンケ作画の組み合わせで、ミニシリーズが発刊された。その後、1989年3月から90年3月までの1年間、マーク・バー・ヘイデン、ルーク・マグダネルの2人によるファントムのミニシリーズが、全13話分発行された。このバージョンのファントムは、 人種差別や有毒物質の不法投棄、飢餓や凶の海賊に立ち向かっていった。ライターであるバーヘイデンは漫画本の売り上げの加工と著作権上のトラブルを理由に打ち切られたと語っている。なお、このミニシリーズの最終回のラストはファントムとダイアナが結ばれるという場面になっている。1987年、マーベルコミックはスタンリーが手掛けた。 テレビアニメ EN ディフェンダーズオブザアースを題材とした全4話のミニシリーズを発行した。1995年2月から4月にかけて出版されたミニシリーズザ・ファントムザ・ゴースト・フーウォークスではハイテク装備で敵に立ち向かう22代目ファントムが登場した。同年5月から8月にかけて発行された全4話のミニシリーズは テレビアニメ EN、ファントム2040が元になっており、スパイダーマンの生みの親の一人として、有名なスティーブ・ディッコがペンシラーを務めた。また、ディッコの他にもスパイダーマンに携わった人物として、知られるジョン・ロミータ・シニアもこの漫画の制作に参加した。このバージョンの22代目ファントムは、ファントム2040のファントムのアイテムと似たものを、使うが、そこまで、 技術的に進歩したものは使っていない。例えば、ファントム2040のファントムの用いる腕時計型の装置には人工知能が搭載されているが、マーベル版22代目ファントムが用いる同様の装置は、洗練されていながらも現代における手のひらサイズのコンピュータと大差ないものとなっている。2002年発から、ムーンストーンブックスは、 ザ・ファントムのグラフィックノベルを出版した。ライターは、トム・デ・ファルコ、ベン・ラーブ、ロングラートの3名で、全5巻が出版された。2003年、ムーン・ストーンは、ザ・ファントムの漫画本のシリーズを出版した。この時のライターは、ミニシリーズに携わった、ラーブの他に、ラファエル・ニエベスとチャック・ディクソンも務めており、作画は、パッド・クイン、ジェリー・ディケア、ニック・ダリング・テン、 リック・バーチェット、エアジが担当した11話分が発行した後、マイク・ブロックがライターとして、ラーブラの後を継ぎ、ガブリエル・リアートとカルロス・マグノが作画を務めることになったが、2007年からは、シルベスト・レ・シラギーが作画を担当することになった。ブロックの担当しているバージョンは、実際のアフリカ紛争を題材としていることが多く、2007年に、 発行された前三部のシリーズインビジブル・チルドレンでは、ジョゼフ・コニーをモデルとした、ヒムと呼ばれる、部族群長との戦いを描いている。2009年、ムーン・ストーンは、初代ファントムのオリジンを描いた作品ザ・ファントム、ゴースト・フー・オークスを再発行した。1930年代のリー・フォークレームーアのバージョンに近い、暗い作風ながらも、気骨に満ち、 より現実的なストーリーにすることがこの漫画を制作するにあたっての最終目標と定められた。また、ファントムの装備も現代的なものになったことに加え、登場人物の数も増え、ファントムが対決する敵も現代的テロリストや臓器密売組織、ソマリア人海賊といった現実に近いものとなった。2010年、ダイナマイトエンタテインメントは EN、 ザラストファントムという漫画本のシリーズを発売し、高い売り上げを目指した。この漫画は21番目のファントムの設定を一新しており、事前団体ウォークアバウトファンデーションの代表を務めるキットウォーカーが家族の伝統から外れ、家族が殺害されたことをきっかけに再びファントムとなる様子が描いている。原作におけるファントムは黒いマスクに、 紫色の全身タイツという出でたちをしている。武器は M1911 を2丁用いる時があり、2丁は特殊なベルトに収められ、そのベルトは骸骨型のバックルに締められている。ファントムは敵の銃を撃つためだけに銃を使うとフォークが設定したものの、ピーター・デイビッドがライターとして DC コミックスでファントムのミニシリーズを担当した際、 そのことを忘れ、ファントムが敵を負傷させるために発砲する場面を挿入してしまった。ファントム以前に、覆面のクライムファイターには、解決ゾロがおり、ビジネススーツのヒーローはクロックがいるが、ピチピチのタイツスーツに、同行の描かれていない目をしているという典型的な、スーパーヒーローはファントムが最初である。原作者のリー・フォークは、彼のスーツの色を灰色としていたが、 1939年の日曜版におけるファントムの衣装の色は紫だった。その後もフォークは登場人物の発言やナレーションを通して灰色の幽霊と形容させたように彼のスーツの色が灰色であることを示したが最終的には紫色を受け入れた。その後、1960年日曜版にて衣装はジャングルの偶像が元になったもので、 スーツはジャングルに生えていた好みを使って染めたという設定がなされた。ムーンストーンブックスのザ・ファントム、ゴースト・フー・オークスというファントムの現代版において、彼はケブラー製の衣装を着出すようになった。なお、スカンジナビアにおけるファントムの衣装は青で、イタリアやトルコでは赤であり、ブラジルも赤だった時があった。ファントムは世界中のべての悪と戦うという誓いを、 立てているため、敵対者が非常に多い。ファントムと最も長くにわたって戦っている敵は、EN、シンブラザーフッドである。この危険な団体は何百年にもわたって、海賊行為といった悪事を働いており、クリストファー・スタンディッシュの父を殺害し、ファントムの物語のスタートを切った存在でもある。エグモント版において、この組織はもともとただの海賊団にしか、 過ぎなかったのだが、サンダル・シン率いる、現代的な企業、シン・コーポレーションズへと成長を遂げている。なお、サンダル・シンという人物は、かつて組織のリーダーで現在ベンガラの大統領を、務めているドガイシンの娘である。また、ファントムと彼の祖国と対立する人物に、ベンガラの大統領を務めたことのある、キガリ・ルーバンガがいる。この他にも、ファントムは、 ゼネラル・ババブ、ザ・パイソン、マニュエル・オルテガ、アリ・グタリー、ゴールド・ハンド、ベール、ヒムといった人物と対立しており、映画版では、ザンダードラックスが彼の宿敵だった。また、ファントムは、スカイ・バンド、ザ・バルチャーズ、ハイドラ、ザ・フレームといった、犯罪組織とも対立している。ザ・ファントムの全連載文の復刊が、オーストラリアのフル・パブリケーションズによって行われた。 多くの掲載作が収録された、編集版も北欧で出版された。また、北米では、リーフォーク原作を務めた文が、ノスタルジアプレス、EN、パシフィックコミックスクラブ、コミックスレビューの3社によって復刊された。コミックスレビューは2009年10月号で、新聞漫画版のザ・リターン・オブ・ザ・スカイ・バンドのカラー版を初めて掲載した。 ヘルメスプレス版2009年にサイバリー版の最終回がヘルメスプレスからハードカバーで出版され始めた後リーフォークの全連載文が終わったヘルメスプレスは新聞漫画版を毎年3冊出版し日曜新聞版を5年間の間に1冊ずつ出したヘルメスプレスは元のバージョンにより綺麗な状態で復刊したから 一時資料としても使えるのではないかと確証を持って話している。なお、日曜新聞版の復刊の際にはデジタル復元が施している。ヘルメスプレスはアメリカのゴールドキー、キングコミックス及びチャールトンコミックスが出版したファントムの漫画全8巻をハードカバーで復刊する予定である。1996年にビリー・ゼイン主演で実写映画化された。 日本では劇場未公開。1996年、この漫画を原作とする実写映画、ザ・ファントムがパラマウント映画制作、配給の下で公開された。この作品は1930年代を舞台としており、いくつかの初期のコミックストリップの作品が元になっている。当初は、ジョーダンテ監督、マイケル・ダグラス制作の予定だったが二人が交番したため、 サイモン・ウィンサー監督、ロバート・エヴァンスアラン・ラッド・ジュニア制作という、夫人になり脚本は、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦などで有名なジェフリー・ボームが務めた。カルト的人気を誇るブルース・キャンベルが、ファントム役の候補に上がっていたがだが、オーストラリア版ファントムが、絶海の訪問者を題材として以来、その漫画の大ファンとなったゼインが何年も頼み込んだ、末その役を射止めた。 その役に決まった後、バットマンのコスチュームのように筋肉の型がついた衣装を嫌ったゼインは、一年半かけて肉体改造に熱心に励み、原作のコマからファントムの身振り手振りを研究した。映画自体は、工業面ではうまくいかなかったものの、後に、世界で2番目の工業成績を誇る映画、タイタニックでヒロインであるローズの婚約者、 キャルドン・ホックリー役を射止めるきっかけとなり、ファントムの VHS、DVD の売り上げ上昇につながった。この映画は、ザンダードラックスが、伝説の武器、ツガンダのドクロを用いて、世界を破滅へ導こうとするのをファントムが阻止する、内容になっており、ロケは、オーストラリア、対アメリカのロサンゼルスで行われた。また、この映画には、 女性ばかりの空族集団スカイバンドとして知られる形で新一族が登場しており、そのリーダーであるサラ役はキャサリン・ゼダ・ジョーンズが演じた。脇筋に当たる主人公である21代目ファントムが父のガンベルトを直したり、父を殺した犯人を探し出して復讐するというストーリーはフォークマッコイのザ・ベルトのストーリーラインにインスパイアを受けたものである。 この他にもこの映画には、ファントムのデビュー作である1936年のザ・シン・ブラザー・フッド及びその続編にあたる1937年のザ・スカイ・バンドを元にした要素も含まれている。2008年、ゴシップジャーナリストのリズ・スミスは、VHS 及び DVD の売り上げの良さから、パラマウント映画が全員を主役にしたファントムの映画の続編を作ろうとしていることを報じた。 2010年、ライオンズゲートから、ザ・ファントムの映画のブルーレイディスクが発売された。ありがとうございます。